エトラちゃんは見た。僕は桂、在宅で働いているプログラマーだ。結婚していて子供は1人、3歳になる黒木が僕と妻の宝だ。一つ問題があるとすれば、黒木が好奇心旺盛なこと。それ自体は別に問題ないのだが、すぐにうろちょろして遠くに行ってしまうのが心臓に悪い。手でもつなげればいいのだが、僕はこの通り背が高い。小さな息子と手をつなぐにはかがまないといけないのだが、腰を悪くしているせいで容易ではない。だから僕は黒木と出かけるときはハーネスリュックを背負わせるようにしている。あ、もうこんな時間か。保育園まで行かないとな。自宅から保育園までは近い。運動がてら歩いて迎えに行くようにしているが、少し困ったこともある。少し苦手な人と出くわしてしまうのだ。あら、桂さんじゃないですか。ああ、あざみさん。あざみさんは近所に住む女性だ。あかねちゃんという4歳の娘さんを持つ。今日も息子さんのお迎えですか？とても教育熱心な方なのだが、そのためにと言うべきか、他の家庭の育児方針にもよく口出しをしてくる。ちなみに、まだあの妙なリュックを背負わせてるんですか？その最たる標的が僕だ。ハーネスリュックのことですか？そうですけど。息子さんがかわいそうですね。犬の散歩みたいで、それにハーネスは子供の成長にも悪影響みたいですよ。手をつないで歩くべきでは？そうかもしれませんけど、前にも言いましたが、僕腰が悪くて。あら、子供の健やかな成長のためなら腰の痛みなんていくらでも我慢できるんじゃないですか？それができないなんて、我が子への愛が欠けているのでは？もう少し考えて子育てした方がいいですよ。それでは、愛欠けてるのかな。僕、ハーネスリュックを買ったのは黒木の身の安全のためだ。でもあそこまで堂々と非難されると、それが間違っているように感じてしまう。こんなだから妻に「弱だ」とか言われるんだろうな。そんな風にちょっとだけへこんでいたある日のこと。少し待ってくれ。やっぱり買い物バッグを持った状態でハーネスを握るのは体力使うな。でも話すわけにはいかないしな。ここら辺は車も多いし。あ、黒木くん。あかねちゃん。ということは、あら、まだやめてなかったんですか、ハーネス。やっぱり。こんにちは、あざみさん。挨拶なんていいですから。それよりハーネスですよ。息子さんがかわいそうとは思わないんですか？でも安全のためですから。まったくそれしか言えないんですか？第一、桂さんには奥さんがいましたよね。腰が痛くて手もつなげないなら、子育ては彼女に任せた方がいいのでは？今日は土曜ですし、お仕事も休みですよね。でも妻は普段かなりの激務なので、今日みたいな休みの日はゆっくりしてもらいたくて。そんなの甘えですよ。うちの夫だって毎晩遅いですが、休みの日はきっちり娘の面倒を見てくれてます。あいにく今日は休日出勤になってしまいましたけど、とにかく疲れてるから育児を放棄するだなんて愛が欠けているのでは？お言葉ですが、妻は妻で毎日よくやってくれています。それに子供たちの前で愛が欠けているとか軽々しく言わないでください。なんですかその態度。私はあなたたちのためを思って。あ、アイス屋さんだ。どこ？まずい、赤信号。大丈夫かい？腕痛いよ。よかった、意識ははっきりしてるみたいだ。結論から言えば、あかねちゃんの怪我は軽かった。ひとまず救急車を。車が急ブレーキをかけたため、ぶつかった時の衝撃はかなり軽かったのだ。でも転んでしまった時に腕を良くない角度で地面にぶつけ、骨にひびが入ってしまったらしい。結果彼女は入院することになった。そして事故から数日後のこと。はーい、すみません、エトラ署の者です。こちらは桂さんのお宅でよかったですか？そうですけど、何のご用でしょう？実は昨日警察署に書き込んでこられた方がいまして、その件について少々お聞きしたいことがあるので、署までご同行願えますか？わかりました。一体何だろう？駆け込んできたのはあざみさんだったんですか？何か心当たりが？いえ、ただ普段から何かと目の敵にされていましたから。それであざみさんはなんと、彼女の娘さん、あかねちゃんが先日事故に遭ったのは知っていますよね？はい、目の前で車とぶつかって。その際にですね、黒木くんが茜ちゃんの背中を突き飛ばしたとあざみさんは証言してるんです。そんな、うちの息子がそんなことを。つまり彼女の証言には誤りがあると。はい、でも他に目撃者がいないと証拠にならないよな。そうか、防犯カメラ。防犯カメラです。あの交差点は昔から事故が多かったから防犯カメラがつけられてるんです。それをチェックすればやってないことが判明すると思います。なるほど、わかりました。ではこちらの方で調査いたします。よろしくお願いします。数日後。なるほど、それで警察がカメラをチェックした結果、黒木はやってないって分かったわけだね。本当にヒヤヒヤしたよ。お疲れ。でも警察も頼りないわね。こっちがカメラについて言う前に自分たちでそれくらいチェックしておいてほしいわよね。まあ向こうも忙しいだろうし。全く腹が立つわ。でも腹が立つといえばあざみさんよ。この前知り合いのお母さんから聞いたんだけどさ、あざみさん、黒木があかねちゃんを突き飛ばしたって未だに振る舞ってるみたいよ。え、そうなの？あなたが知らないってことは面と向かっては言ってないわけね。陰口叩いてるんだわ。ねえ桂くん、私これ以上あざみさんがそういうことするなら訴訟を起こすのもありだと思うんだけど。でもそれはやりすぎじゃん。そんな器用なこと。誰かしら、こんな時間に。見てくるよ。はいって、あざみさんどうしてくれるのよ。何がですか？あなたたち親子のせいで私の人生めちゃくちゃじゃないの。どういうことですか？夫が離婚するだとかなんとか言い出したのよ。どうして？私はただ娘があなたのところの息子に怪我させられたって言ってるだけなのに。だからそれは。そうよ、全部あなたたち親子のせいよ。ハーネスなんかつけてるから人格に悪影響が出て他人を突き飛ばすような乱暴者に育ったのよ。嘘つかないでください、カリン。あら、誰かと思えば仕事で疲れてるだのなんだの抜かして育児放棄してるダメ親じゃない。嘘って何よ。警察が交差点の防犯カメラをチェックして、その上で判断したんです。あかねちゃんは自分から飛び出して車にぶつかった。黒木は関係ありません。あなたがするべきは黒木に濡れ衣を着せることじゃなくて、あかねちゃんを心配することなんじゃないですか？うるさい。何よ、私の娘がほっとけば飛び出しちゃうような注意力散漫な子供だと言いたいわけ？子供はみんな多かれ少なかれ注意力散漫です。それぐらい好奇心旺盛なんです。親のするべきはそんな子供が危ない目に遭わないよう見守っていることでしょう。ところであざみさん、あなた、あかねちゃんが事故に遭った時何してたんです？どういうことよ。娘さんから目を離してたんですよね。目を離してうちの夫にひどいことをまくし立てて越に浸ってた。夫は、桂くんはあなたに何を言われてる時もハーネスを手放しませんでした。あなたはよく愛が欠けているという表現をするようですけど、一体どっちがって話ですよ。何してるんですか？あなたたちのせいよ、あなたたちのせいよ。カリンに襲いかかったあざみさんはその後も興奮状態が続き、警察に連行された。その後彼女は離婚し、この町から出て行った。聞くところによれば、夫が仕事で遅い間に他の男性を連れ込んで不倫をしていたらしい。旦那さんもうすうす気づいていたらしく、だからと言うべきか夫婦仲も冷え込んでいた。そうしたもろもろのストレスを近所の中でもおとなしそうな僕にぶつけていたということだ。黒木くんがあかねちゃんを押したって話、やっぱり嘘だったらしいわよ。よかった。そうよね、2人とも仲いいし。あざみさんが言いふらしていた嘘により、ご近所さんに持たれていた若干の疑惑もめでたく払拭。もっとも彼女が問題人物であることは周知の事実だったようで、今回の一件についても信じ込む人は少なかったようだが、親権は旦那さんの方に渡り、彼とあかねちゃんはそれからもこの町で暮らしている。あかねちゃんは小学生になった今も黒木と一緒に遊んでくれている。勝ち気だがいいお姉さんだ。あ、桂さん。ああ、橘さん、そちらも公園に付き合わされた感じですか？もうあかねちゃんのお父さんである橘さんとは今では交流がある。きっかけは離婚後、僕のところに謝りに来てくれたことだ。いわくあざみさんが僕に因縁をつけていたことについては知らなかったという。日々の激務の疲れで家の中以外のことに気を割く余裕がなかったのだ。妻との離婚を機に娘との時間を増やさねばならないと考えたのか、今では定時で帰れる仕事に転職されたらしい。だからこうやって休みの日も娘さんと一緒に公園に来ている姿を見たりする。バイバイ黒木。うん、またね。お父さん帰ろう。うん、黒木もずいぶん成長したな。ハーネスも使わなくなったし、まあもう小学1年生だもんな。ん？たまには手つないで帰ろう、お父さん。そうだな。背伸びたな。ご視聴いただきありがとうございました。子供の安全のためにハーネスが必要だと判断したわけですから、それを愛情が欠けているだの適当なこと言わないでいただきたいものです。実際ハーネスをつけていた黒木くんは事故に遭うのを防げたわけなんですから、結果的にはハーネスをつけていてよかったんですよ。しかし自分の子供が怪我をしたのに心配をするより、ありもしない悪い噂を吹聴するのはありえないですよ。何はともあれ命を落とすような大事にならなくて本当に良かったですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。